それらはムサドワフナンワの向こうに見えるかっこいいのが自由泳ですね。その他のは糖水ポットなどに植えてあるポット植えの苗を地中に半分埋めてあるんですね。で、こういう糖水ポットとかルートラップポットに植えてあるものはコンパクト栽培を狙った苗作りのためですね。まあこれらはできれば冬も露地に置いておきたいんですがね。それでもっと大きな苗、これは自由枝で、右のはそこから出てきた小株の方ですね。で、こういう自由枝の苗を通年露天露地栽培しようと思いますと、和歌山県の平年の冬季気象条件ですと無保護で越冬して、その次の年成長再開して3年目か4年目かに出来ということになるんですね。ただここ3年みたいに関節が2回2度2年それからきつい霜はまあ連年ということになりますとね、親株がダメになって世代交代苗を複数本出すというような実態になる場合もあるわけなんですね。それで和歌山県、三重県なんかでもそのままにしておくものと、あと例えばカットバック苗、まあドワーフナンワの場合にはさほどは必要ないですが、例えばトール系のナンワバナナですねなどの場合には複数本立ちになっているものの何本かは成長が停止する11月に入ってから家計カットバックをして、そうして家計と地中の神経をなるべく生かすという試みもやってみる方がいいように思っているんですね。大きくなればなったで実をつけますと、台風が年に3回4回もやってくると、どこかで家計節損とか株ごとの倒伏問題などが起きますので、予防のために家計カットバック苗も作っておいた方が無難じゃないかと思うんです。低木製で収穫量は減っても確実に開花結実収穫に至る株も作っておいてみたらどうだろうと思うようになってきています。それで11月になれば、こういう葉柄と葉芯、葉柄と葉っぱですねは枯れてきますから、いわゆるやれバナナになりますから、あるところで家計をカットバックして、そうして株元には土寄せとか
他から持ってきた腐葉土などのマルチングをして親株の神経を地際で保全する、保護してあげる、まあ、土寄せあるいは他所から持ってきた腐葉土などのマルチングで神経の上の方の株周りを保全するということと、花茎をカットした時にその切り口から冬が進むにつれて下の方にですね、腐敗が下降していく、下手をすると神経近くまでその腐敗が届いてしまうというのを緩和するためにですね、保温資材を、長めの保温資材をキャップ代わりにしてかぶせるという方法も考えられるわけですね。プチプチシートなどのこも巻きは冬でも日中に気温が上がると蒸れますから、双本性のバナナ苗にとって樹木、まあ果樹とか花木などに対して行うようなこも巻きはふさわしくないと思っています。もともと江戸時代にこも巻きというのは植木の虫対策として行われてきた経緯がありますし、双本性の防寒用には向かない面があるわけですね。それで不織布でも保温効果を持った資材がありますので、それで縦長、まあ例えば60センチとか場合によっては90センチとかのかぶせ物を作ってもらって、それを例えばこれが来年出来見込み株だとしましょう、仮の話なんですが、そうして11月にやれバナナになるのに任せてもいいんですよ。その上にかぶせればいいわけですから、場合によっては任せないでこの辺までで花茎カットバックしておこうという株を作る場合には、こういう保温資材をですね、逆さまにして、逆さまにしてかぶせてしまう、長めの逆さキャップみたいな感じですね。そうして花茎上方からの腐敗を緩和する、それによって地中の神経そのものには花茎の腐敗が達しないという状況を作ってあげるのも一方ではないかと思うんですよ。それでルートラップシート、ルートラップポット製作で有名な会社の方に伺って、保温資材にどういうものがあるか問い合わせたんですね。で、3種類ほど教えてもらって、今回は東方の要望で不織布資材の保温に使えるもので、こういうふうに、まあ、封筒型折り込み巻き付きと書いてありますが、それで高さをですね、60センチ、200ほどですね。それから口径は
まあ40センチぐらいになるんだろうと思うんですがね、もっと広いタイプのも作れるんです。どんなサイズでも作れるらしいですから、これなんかですと巻き付きの封筒型の筒型ですかね。こんな感じ、円筒形ですからね。そうしてこういうものを、まあ2尺なら2尺の家計にですね、上からスポッとかぶせてしまうとか、まあそうですね、そちらに行きますと、例えばムサドワーフナンワみたいな三尺着火タイプじゃなく二尺着火タイプのスーパーミニとかミニバナナがありますよね。それで二尺着火タイプのものはですね、和歌山県でも数年露天露地無保護栽培では親株がダメになることが多いんですよ。もちろん世代交代株は出てきますがね。で、今年は何株かでですね、11月に入って傭兵傭神が枯れてきたら、こういう保温資材の長い、まあロングキャップを逆さまにしてトンとかぶせて、そしてまあ下の方で麻紐かなんかで結えておいて、そうして親株そのものが越冬できるかどうか試してみたいと思ってるんです。ドワーフナンワではさほど心配はしてないんですが、二尺着火タイプのものはですね、これまでの栽培経緯から全くの無保護では親株がダメになるものが多いという結果が出ているんです。まあこれはちょっと着火していますが、これが着火してなくて来年出来見込み苗だとしますと、スーパーミニとかミニとか言われているものは家計高はですね、かなり低いですから、まあ80センチから1メートルぐらいで済みますから、そこにですね、まあこれ実がついてないとして、上からスポッとかぶせてしまって、そうしてこの家計を保護する。地中の神経はやはり土寄せとか他から持ってくる腐葉土、山などで集めてくる腐葉土を徐々にマルチング積み重ねをしていって保護する。そして家計はこういう保温資材である程度保護して、家計の情報からの腐敗を緩和して神経にまで到達させないということを、まあ本年の11月以降ですね、実験するために試作品を作ってもらったわけなんです。まあこれからあれこれ実際にですね、カットバック苗などにかぶせてみて、どれぐらいの高さ、どれぐらいの口径にしたらいいか研究して、冬に備えて、まあ当初は私個人のためにですね、適当数の保温高さキャップみたいなものを、まあ保温被覆ポットですねを製作してもらって、まあ、できればなるべく多くのカットバック苗でどのような
越冬効果が出るものか試してみたいなと思ってるんですね。もちろんこれは、まあ、土を入れるような目的で作ってもらった保温被覆資材ではありませんので、鉢代わりに使うということではないんですが、ルートラップポットの通根タイプ、遮根タイプと被覆、保温被覆ポットを兼ねたようなものをどのような素材で可能にできるかも業者さんに検討してもらうつもりではいるんです。そうすれば大きさの違う、まあ、口径と高さ深さの違うサイズのものを専用で作っておいてもらえば、例えば路地置きする場合もですね、用土を入れて苗を植え付けておいて、まあ5月から4月5月から10月末ぐらいまではプラス成長をすると、そうして11月、和歌山県ですと10月末でのプラス成長が終わって11月から成長停止に入りますから、そうしたら植え込んだポットよりもやや口径の大きい方のサイズのをかぶせて、まあ花径だけになれば細くてもいいんですがね、かぶせるという意味ではゆとりを持たせて、そうして下の方はですね、麻ひもなどで閉じて、もしそれでも厳しいなと思う時には逆さに、まあ、例えばこうかぶせますね、逆さにした時にこのこっちが苗を植え付けてあるポットだとしましょう。そこにとここの間にですね、例えば落ち葉、あまり濡れないような乾燥した落ち葉を入れてかぶせて、そしてここの口を麻ひも等で結わえておくというような防寒対策もある意味では考えられるんじゃないかと思うんですね。まあ今年の11月以降、来年の3月までですね、冬至ですと11月から3月までが低温障害を受ける時節ですから、その間に何種類かの家計保護を中心とした防寒対策を考えて、これまでは越冬が困難だった二尺作家タイプのバナナなどをなんとか親株も生かして翌年の成長再開につなげてみたいという実験をやってみようと思っています。この保温被覆ポットみたいなものについては、おいおいあれこれの実験形式を紹介するビデオなどを撮影していく予定でいます。